画像中央より南が別海町域である野付半島の奈良原流神崎原生花園別海城は北海道根室振興局管内の野付郡にある町。北海道東端部に位置し東は野付水道を挟んで北方領土を望む。面積は町としては日本で3番目に広く市町村としては道内6位。その広大な町域は 大半が起伏の緩やかな丘陵地帯で、原野を切り開いて作られた牧場が、町域ほぼ全般に広がり、集落は、別海、中西別、中春別、西春別、西春別駅前、上春別、上風連、本別海、お台沼など町の全域に点在している。町役場は、町域中央やや東寄りの別海市街に置かれているため、町の西部では、 しべちゃの市街の方が近い地域がある。南西部には防衛省陸上自衛隊、別海駐屯地とヤウス別演習場が置かれる。その面積は17,192ヘクタール。沖縄県近町県道104号線越えで行われていた砲撃訓練の移転を1997年から受け入れており、年に数回アメリカ軍による大規模な射撃訓練が行われる。 1923年に旧別海村を含む6村が合併し、現在の別海町域に相当する別海村が発足した際、当初役場が置かれていた現在の本別海地区から、アイヌ語の別海、別海へに由来するとされ、本別海地区で西別川が川口で曲がりくねる様子を表した名である。現在の別海地区は当初アイヌ語のヌーペーに由来する。 西別と称されていたが、薬売店後に解明している。町名の読みについては、古くから別会と別会が混在していたが、1971年の調整志向を機に別会で統一された。公的な文書や放送各局では別会の読みが使われ、道路案内標識上のローマ字表記も別会となっている。しかし、道道路鮮明中や、 かつて存在した市別線別海駅における読みは別海であり、地名においても別海の発祥であった本別海地区の読みは本別海となっている。このため読みはどちらが正しいか長期間にわたって議論になっていたが、2009年3月10日の町議会にて当時の町長が別海と別海の双方の読み方を認めると宣言し、町として 公的表記を求められた場合は引き続き別会とするとしている。最も開拓が早かったのは東部沿岸部で主に漁業が行われていたが明治30年代から内陸部への入植が始まりこちらでは畑作の業が中心に行われていた。開拓当初は沿岸の本別会地区に置かれていた役場も内陸の入植者増加により1933年に 別海地区に移転している。昭和に入ると農業から落農への転換が進み始めたが、土地の広大さゆえに開拓は遅れていた。そこで1956年から世界銀行の融資を受け、コンセンパイロットファーム方式が導入。機械による開拓が行われ、1973年には新落農村の建設に着手、現在の広大な落農地帯を形成した。 平野部では、落納、本別会、お台沼等の沿岸部では、漁業が盛ん。全国一位の生乳生産量で、年間生産量は43万トン。中市別警察署、管轄2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で人口零人の消滅集落となっている。各学校の通学区域が広いため21台のスクールバスが運行されている。 別海町では概ね地域ごとに小学校と中学校が1校ずつ置かれるため、例えば上春別小の児童は全員上春別中に入学することになる。過去に中春別中のみ中春別小、三原小、豊原小の3校からの入学であった。平成23年度現在、人口1.6万人の町に18の小中学校が設置され、 多学年学級を持つ小学校は9校中4校である。一方1学年あたり2学級の学校は別海中央省、別海中央中のみである。また特別支援学級は18校中15校、障害種別で40学級設置されている。西春別市街1989年4月30日に JR 北海道種別線が廃止されたことにより、現在町内に 鉄道路線はない。廃止以前町内には以下の駅が設置されていた。また、別海村時代には別海村駅道が存在したが、1971年に廃止された。奥行き薄駅程度指定有形文化財、別海町指定文化財生乳生産量の高さを生かした福祉牛乳給付事業が行われており、一定の条件を満たす住民に対して、 牛乳の 200ml パックを1週間ごとに5個、町より無料で給付している。給付される製品は別海乳業協社が供給している。ありがとうございます。